ペースランナウェイ、ブリタニアの敗因って何？に対する、ネットの反応をお送りするよ。視聴者目線だから言える結果論だけど、本編前にイレブン絶滅させなかったことじゃないかな。だから、奪還のロゼでネオブリタニアの連中は気軽に日本人を殺しまくってるじゃないか。カークウェイン兄弟はコネ採用だから、占領して数年経過してもイレブンによるテロが頻発するレベルだからな。実際のところ帝国というか皇帝にとっては神根島の遺跡さえあればよかったわけだし。絶滅させたらさせたで桜台との供給滞るから EU や中華相手にするのは普通にきつい。絶滅とまではいかなくてもホロドモールでもやって数を減らして抵抗力を奪えばだいぶマシになってたんじゃないかな。桜台と鉱山の運営に絞ればそんなにたくさんのイレブンはいらないし。鉱山運営だけと簡単に言うが、それを支える社会がなければ格段に生産性落ちるから、足りない分はブリタニアの一般人を馬車馬にでもする？衛星エリアから移民でも募ってみるかね。実際のところ戦略資源である桜台との採掘に、イレブンなんかを関与させるのか？というのはちょっと疑問だから、仮に関わるとしたら採掘業務をサポートする関連業務とかかな？これに関してはシャルルもクロビスがやる気になってたから対応が甘くなったんだと思う。フレイア完成まで大量破壊兵器とかなかったあの世界じゃ、延々とナイトメアフレームで生き残り探して潰していくって、むちゃくちゃ効率悪いから仕方ないんだろうけど、あの世界の航空戦力ってどのレベルだっけ？降伏した段階で戦闘機とか対空火器を没収してから延々空爆やってればだいぶ減りそうだけど。強国だけど殲滅や属滅までやると他の連合の全部を敵にしちゃうから無理だよ。イレブンは EU でも差別の対象だったし、中華連邦も一般市民とかどうでもいい宦官による腐敗政治だったからそこまで問題視はされないんじゃない？差別対象が虐殺されようがどうでもいいけど戦争をふっかける理由にはなるからね。断種政策でもやって、イレブンが子孫作るにはブリタニア人ハーフしか選択肢がなくなるようにするか、京都六家とか現実でいう天皇ポジをブリタニア本国に連れて行って、逆らうとどうなるかわかるな？って人質作戦取るなりすれば少しはテロを減らせんかね？日本側は本国に行く手段ないだろうから結構使えそうな手だと思うけど。植民地を作って雇用を生み出して軍を派遣して吸い上げる形の経済国家だからやれないのよね。数年かけてやるんなら農耕地帯に枯葉財産区とかかな。いくらテロリスト概要得意ものなければの垂れ死ぬだろうし。現地の日本人に徹底的に総司会名方式など文化支配、同化政策を行うとかかな。一応エリア11の公用語は英語って設定なんだっけ？それでも足りないとなると、アボリジニにやったようにイレブンの子供をブリタニア人の養子にさせるとかかな。それ考えると日本人としてのポリシーをある程度捨てれば、それなりにいい生活できるようになる。ユフィーの案ってブリタニアにとっても都合良かったんか？ゲームのオリシュがいない世界線なら干渉する程度にはシャルルには都合がいい。ブリタニアにとってはそもそもエリア別に階級制度引いてるからその中の特殊政策程度のもの。戦争して勝ってるから譲歩する意味がないだけでやる奴がいればメリットないけどやってもいい程度のもの。そもそも無意味なテロを繰り返してもイレブンへの心象が悪くなって余計弾圧される。ということを理解していないテロリストというかイレブンに問題があるんじゃね？序盤でルルーシュがプライドある程度捨てれば役場に行くだけで名誉ブリタニア人として、それなりには生きていけるのに無意味なテロ繰り返してどうすんだあいつらって指摘してるからな。こういう話聞くと、やっぱりイレブンは家畜として欠陥があるとしか言えんよな。シャルルにとってはともかくとして、シュナイゼルがあの反応の時点でわかりやすくクソ効率がいい買い殺し政策だね。ユフィーはもちろん善意でやってるけど根本としてブリタニアが利用する気しかないから、行き着く先はユフィーの理想とほど遠いうちです。シャルルの意思で何でもできる国でもないからね。あくまでシャルルの目的があってその上で国を動かせるだけで、全部思い通りにできるなら本編にはなってないというね。せっかく名誉ブリタニア人にしてあげたのに、最終的に大恩あるブリタニア帝国破壊に組みしたクルルキスザクとかいう恩知らず。スザクがいなければ日本は余力を残して降伏してないから、スザクの始めた物語とも言える。それ言ったら神殺しとその遺跡調べのために始めた戦争のせいでスザクの人生も狂ってるから。
シャルルとマリアンヌと V2 と C2 が始めた物語だぞ。原因は皇帝が頭パッパラパーだったからでしょ。割とブリタニアが余裕ないからな。シャルルもブリタニア自体は崩壊する前提だし。解放戦線に結構抵抗されてるしな。どうせ悲願達成すりゃ生き死になんて関係ないんだから。ブラックリベリオンの時点で確保したルルーシュとナナリーを始末すりゃよかったんよな。シャルルはルルーシュとナナリーに普通に愛情があるからそんなことはしないという。普通の家族より歪んだ形ではあるが。それができれば苦労はしないけど、シャルルのゴール地点はラブナレク接続だから、帝国もそれまで保てば良い程度なわけで、イレブンを1億総ブラックロードをさせて本編ボロにちょうど使い切るぐらいが理想なのかな。そこまで日本に労力かけると他がおろそかになって中華や EU に押し返されそう。まあ民族浄化の手段は軍事力に限られないので、その辺は主権を分取った時点で割となんとかなる。例えば近代国家ならインフラを寸断するだけでも致命傷だし、植民地の生産力低下がネックではあるけど、エリア11でさえ軍部で横流しが横行してるような腐敗具合だからな。他の締め上げが描写的にそこまでないからあれだけど、直接的かはともかくとして、エリア壊滅までやったら他の2国が武器流して他のエリアで解放戦線を焚きつけるだけだろう。それくらいの頭はシャルルにもあったんだろうよ。いっそルルーシュがやったような富士山噴火をもっと派手にやって、表向き自然災害ということにして不毛の大地にすればよかったかもな。桜台となあに、北海道ブロックからも桜台とは取れる。一応いじめとかはあったけど、スザクがアシュフォードで学園生活できてたあたり、ブリタニア人がそもそも緩みすぎてて支配者の自覚が足りなかったのでは。文字通り国内の統率が緩んでんじゃね。ぶっちゃけブリタニアに日本絶滅させるほどの余裕と規律ないぞ。絶滅政策すると表向き従順な京都も死に物狂いで抵抗するぞ。本編前にフレイヤが発明されるようにでもしないと無理か。それやるとイレブン側も死に物狂いで放棄するから、ブリタニア側にとってもリスクがあるんだ。オデュッセウスかシュナイゼルが統治してたら平和か暗殺によるがちぎれ虐殺になってたか。解放戦線とかがテロやっていた本編の時期でも、一応はエリアの体裁自体は保たれていたわけで、絶滅とかになれば当然日本人も死に物狂いで抵抗するわけで、結局ルルーシュが語ったもし原部が死なずに徹底抗戦してたらの if 通り、中華や EU 介入してきて泥沼化してただろうよ。ブリタニアという国家の敗因としてはまさにそうだぞ。絶滅させる必要はないけど余力は削っておくべきだった。なんで余力残して降参したかブリタニアからすればわからないし読めないけどね。いくら民度が終わってるギアス世界でも無意味に殺せば殺すほど反発されるのは変わらないからな。なんだかんだブリタニアに従ってれば大多数は奴隷の平和くらいはあったから、それすらないともう収拾がつかない。反乱が相次いで起きればどんなに盤石な大国でもねえ。結論から言うと、日本が絶滅するような方法状況はブリタニアも死ぬ。そもそも敗戦の時点で滅びを受け入れないイレブンにまず問題がある。イレブンもブリタニアに勝てなくて負けたんだから全員潔く切腹でもすりゃいいのに。これは模範的なブリキ野郎。